アイテム番号 SCP-409JP。 オブジェクトクラスユークリッド。特別収容プロトコル。現在 SCP-409JP の完全な収容は行われていません。 SCP-409JP が発生する演芸場で落語の公演が行われる際には必ず一人以上の職員を派遣し、SCP-409JP が発生した場合、直ちにプロトコル、時そばを実行してください。演目終了後、関係者には A クラス記憶処置が行われます。現在、さらに低リスクの収容措置としてエージェント、よりプロトコル、井戸の茶碗、およびプロトコル、道具屋、が提案され、サイト管理者の承認後に新プロトコル策定のための実験が行われる予定です。説明。 SCP-409JP は黒い着物を着た50代前半の東洋人男性のように見える人型実体です。東京都、区に存在する演芸場、定において落語の講演会が行われている際、演目と演目の間に突発的に出現し、演者の一人として落語を披露します。それに伴い、演者の名前を表示する、めくり、に、将来定不思議、という名前が表示されます。SCP-409JP の出現は主催者にとって予定外の出来事であり、それによって本来出演する予定であった演者の出番が遅れる、または飛ばされるといった事態が発生しますが、主催者、出演者及び観客はそのことに違和感を持たず、 SCP-409JP の公演は円滑に行われます。 SCP-409JP の公演中、ほとんどの観客は公演を聞き続けることを望みます。この傾向は対象が落語に精通しているほど顕著で、ミーム的な特性というよりは単に SCP-409JP の話の質が一般的に高いと判断されるレベルにあることに起因すると推測されています。対象が外部からの命令または便宜、尿意等に起因する動機により退場することは可能です。SCP-409JP の講演を録画、録音することは可能で、記録された映像及び音声は特異性を持ちません。また、将来定不思議、なる名前の話家が存在した形跡は落語の発祥から現在まで確認されていません。SCP-409JP が舞台上において演目を開始する際、将来定不思議、という芸名を名乗った後に、今日は何の話をしようか、という問いを観客に投げかけます。これは一般的な話し家の行動としては非常に不自然なものですが、観客及び講演関係者は違和感を感じません。多くの場合、観客は口々に話のリクエストを SCP-409JP に告げます。SCP-409JP は聞き取れたと思われるリクエストの中から最も早かったものを選択し、リクエストに応じた話を披露します。リクエスト以外のコンタクトは全て黙殺されます。公演の終了後、SCP-409JP は舞台袖に消えるとともに消失します。同時に、演目に応じて SCP-409JP の特異な効果が発現します。特異な効果は演目の内容に沿ったものであり、財団職員がリクエストを行うことで影響をコントロールすることが可能です。SCP-409JP は1900年に東京都、区の、定において、幽霊の話し家が出没する、との噂が広まったことから当時の財団に発見され、SCP としての認定が検討されましたが19年に、定が閉鎖されるとともに姿を消しました。2002、定で再出現したことが休暇中のエージェントによって確認され、現在の特別収容プロトコルが制定されました。定以外の演芸場で SCP-409JP の発生は確認されておらず、財団フロント企業を通した働きかけにより、定を移転もしくは閉鎖させる計画が検討されています。SCP-409JP の公演を妨害するあらゆる試みは予定されていません。実験記録 SCP-409JP-001 から6を表示。実験記録1、2000年月日。実施者、エージェント。実施内容、ジュゲム、をリクエスト。結果、エージェント、の登録名がエージェント、
ジュゲムジュゲム五行のすり切れ貝砂利水魚の水魚松雲来松風来松クーネルところに住むところやぶら工事のやぶ工事パイポパイポパイポのシューリンガンシューリンガンのグーリンダイグーリンダイのポンポコピーのポンポコナーの超救命の超助に変更される。補足。登録名の変更は記憶改変とともに行われ、当初財団は異常性を認識できなかった。複数の職員を用いて繰り返し実験を行ったところ、3名の職員が、エージェント、ジュゲムジュゲム五行のすり切れ貝砂利水魚の水魚松雲来松風来松クーネルところに住むところやぶら工事のやぶ工事パイポパイポパイポのシューリンガンシューリンガンのグーリンダイグーリンダイのポンポコピーのポンポコナーの超救命の超助なる名前を持つこととなり異常性が発見された。3名のうち2名は改名を申請。1名は、エージェント、ジュゲムジュゲム五行のすり切れ貝砂利水魚の水魚松雲来松風来松クーネルところに住むところやぶら工事のやぶ工事パイポパイポパイポのシューリンガンシューリンガンのグーリンダイグーリンダイのポンポコピーのポンポコナーの超救命の超助としての活動を継続することを希望。改名を強制することはしませんが、公式書類では略称として、エージェント、ジュゲムを使用してください。人事部。実験記録に、2000年、月、日。実施者、エージェント、実施内容、トキソバをリクエスト、結果会場に併設された売店において、売上が売れた商品の合計額より1613円足りなかった。実験記録3、2000年、月、日。実施者、エージェント、実施内容、キツネの出てくる話。をリクエスト、結果 SCP-409JP は、王子の狐、を演じる。公演終了後、エージェント、破足座に消失。創作活動が行われたが、1日後に自力でサイト、まで帰還。弁当を食べながら落語を聞いていたはずだったが、気がつくと東京都内の公演で、を食えしていたという、エージェント、に軽い胃痛以外の被害はなし。実験記録4、2000年、月、日。実施者、66歳の一般人男性、エージェント、が別のリクエストを行う予定だったが、先を越された実施内容、一眼国、をリクエスト、結果公演終了後、実施者の一般人男性は即座に消失。現在まで発見されていない。エージェント、破壊国処分となり、SCP-409JP の実験担当から外される。実験記録後、2000年、月、日。実施者、エージェント、ら5名、実施内容 SCP-409JP が壇上に上がると同時に非常ベルを鳴らし、観客を退出させる。エージェント、らが SCP-409JP の確保を試みる。結果 SCP-409JP はエージェント、が壇上に上がると同時に舞台袖に逃げ込み、消失、確保は失敗した。エージェント、らによると SCP-409JP は明らかに怒っていた様子で何かまくし立てていたが、早口ときつい江戸弁のため内容は聞き取れなかった。実験記録6、2000年、月、日。実施者、エージェント、実施内容、時そば、をリクエスト。新たな確保作戦の準備のため、公演中に携帯電話を鳴らすなどの妨害行動を行う。SCP-409JP が観客席の動きにどの程度反応するかを確認する。結果 SCP-409JP 登場時、めくりに、京来帝終わり、という名前が表示されている。エージェント、はその時点で実験の終了と SCP-409JP の即時確保を試みるも SCP-409JP が話し始めると同時に椅子から立ち上がれなくなり、声も発せなくなる。SCP-409JP はリクエストを募らず、大丸屋騒動の演目を開始。演目終了後、データ削除。SCP-409JP の確保作戦は無期限に延期された。ご視聴ありがとうございました。また見に来てくださいね。ぜひチャンネル登録またはお気に入り登録をお願いしますですん。
ですんですん。